今のグエル見てるとさ、に対する曇らせ隊の反応集。本編開始前後の頃の傲慢お坊ちゃまになってる時どんだけど前ストレス抱えてたんだ。ってなる。パーカーくんはどんな喧嘩の売り方したんか気になってる。花嫁に何度も逃げられてる花婿様だぜ。つくつく王衆つくつく王衆三本の木につかまって反復横飛びしながらみたいな感じかもしれん。それはもはやなんかの間違いで人間に生まれてしまったセミなんよ。つまりお前の言葉で謝れってことか。吉田らしいな。これが狂気すぎてそれ以降のレスが読めなくなった。セミの鳴き声はな、メスへの求愛アピールなんやで。つまり俺と結婚してくれ。グエル、ジェターク、つくつく王衆つくつく王衆子孫を残す気満々で全力で泣きながらということになる。あんなに優しいお父さんが数年で傲慢になったら思春期の青年はこじれますよ。まあネーム度だけでもトロフィー制度なんてクソみたいな制度考えたデリング、そのクソ親父のせいでハリネズミ最盛期なミオリネ、昔から変わってしまって何かやってそうなビム、ミオリネと両肩思いなくせにヘタれてるシャディクとヤバい要素しかない。スレッタに負けて丸くなったとかじゃなくてマジでこの辺だけテンションおかしいっぽいんだよな。グエル君、フェルペトや他生徒護衛とかの反応も考えると1話直前あたりのミオリネが相当やらかしてそうな印象。ミオリネにとってはしょうがないが何度も地球脱走未遂はグエル視点だと家の結婚なのでヤバい。グエルって自分に対する侮辱より身内に対する侮辱を許せなさそうなタイプっぽいから脱走未遂でジェタークに泥を塗るミオリネはド地雷なんだろうなってイメージ。じゃあ将来の伴侶ちゃんとジェターク家の一員として迎え入れる態度を見せていたのかっていうと面と向かってトロフィーとか株のおまけとかいう時点でできてない。ただの所有物扱いジェタークの箔付けでしかないし、妖精もそれに同調してる。相手がちゃんとしてたら地球には逃げないよ。ホルダー変わってからは逃げてないんだから。まあ普通にまた花嫁逃げ転送されてたらきついよ。敵も多そうだし、ストレスと連勝しまくってたことによる増長で変になってたのかね。ジェターク寮の周りの子たちもたしなめるんじゃなくて褒めてたっぽいし、身内対応でもドラマ CD では普通のグエルだった。ミオリネのせいで変わった1話の状態も含まれてるよねこれ。1話グエルは別にミオリネに対して特別な意識はなさそうだけど、一応自分の花嫁ってことになってるのに逃げ出そうとしたり取り巻きに笑われるようなこと公然と言われたりしたら面目潰される気はするよな。過去回想やらドラマ CD 含めて1話の挙動が異質すぎるんだよね。なのにオープニングの雰囲気は1話の感じだから脳がバグるバグる。ぶっちゃけリアルにミオリネと1年過ごせと言われたら胃に穴が開く自信があるからグエルを責められない。同級生として付き合うだけでもしんどそうなのに実質身内とか無理だわ。フェルシーちゃんたちと話してる時とかはよく知ってるグエル君になってたからマジでミオリネ周りだけストレスでおかしくなってた感あるんだよな。まあスレッタがジェタークに睨まれるって理由でスポッター断られてるし、グエル自身も身内じゃない人間にきつく当たる部分はあるのかもしれない。グエルもグエルでミオリネはトロフィー扱いしてたみたいで、それにミオリネは相当ストレス溜めてたみたいだし、ジェタークみたいなパフェコミュ取ってたわけではなさそう。もしかして1話の頃もこれはこれで病院案件の精神状態だったんじ。グエルにとって人生最大のイライラ期だった。グエルもミオリネも一番気が立ってた頃だと思うわ。そこに水星タヌキがすっぷーと聞いて、こんなバチバチにやり合ってた二人の脳を焼いた水星タヌキがいるらしい。嫁に逃げられたってのが特大の地雷だったんじゃないか。嫁と愛人に逃げられたビムを見ながら、生地知り合いでミオリネの性格知ってたから関係悪化したのかな。初対面の女をいきなりトロフィー扱いはしないだろうし、そうなったら仲良くなるか。はともなくミオリネもあそこまできつい態度にはなってなさそう。深夜に脱走とか頻繁にしてたんじゃないかな。それが寝てる時に起こされてストレスマッハだったとか、グエケンの時お水ターもされてたから妖精以外には人望なかったらしい。アセベ張って張って、謎の広報理解者面モブくん、ラウダが同担拒否じゃなくてよかったな。不器用を見抜くとはやりおるな。本編のクソ民度は置いといて、アセベの生徒は煙ファンが多くて助かる。ホルダーがただの学園トップだったらよかったんだよな。やはりクソ制度クソ親父のクソ制度よ。
本来は強いパイロットの証明だったはずなのに乗り気じゃないミオリネとの婚約がくっついてきて、それによる親からの重圧や勝利が必須になるストレス、そらすさみもするわ。花嫁に逃げられた男とかいうグエルにとって最大級の侮辱。初登場のグエル君は性格違いすぎて、初登場特有の性格ブレブレの方がまだわかる、決闘負けた奴の虫の鳴き真似見ていけよとか性格悪すぎるし、話でスレッタに鼻っ柱折られるまではずっと傲慢御曹司じゃなかったけ。セセリアが株底値買うとか言ってたけど、グエルの人生の一番底値が1話だと思っている。いつもはオラオラグエルやってたんだろうが、正直幼少期グエルとか15話グエルとかの臨片を見せられたらそりゃ、ねえ。それでなくても表面的な人気が本人は心よく思ってないだろうけど、もともとあるだろうし。でもまあ27連勝もしてるといい加減敗者へのペナルティもネタが尽きてくるだろうし、虫の鳴き真似しろよとか言っちゃう気持ちはわからんでもない。別にグエルも聖人君子じゃないし、10代の若者なんだから、調子に乗ることもあるだろうよ。なんなら27連勝で親父に褒められて浮かれることもあるだろうし、そこにミオリネの脱走で叱られて他の寮のやつやミオリネ自身にイライラをぶつけることもあるだろうよ。3話で一気に角が取れた感じがあるので、ジュター家の御曹司としての自分しか認めてくれない大人とそれに従うしかない自分にストレスを感じていて、スレッタがグエル個人を見てくれたから原点に変えることができたってイメージ。グエルが本来光属性であればあるほど、1話みたいな振る舞いをしなきゃいけないのはグエルにとってもストレスだと思うんよね。結構薄じゃないかなあれ。まあ、生地ギリギリまで耐えられてしまうばかりに臨界点突破してしまったのが1話だったんだろうな。幼少期やボブ時代を見るにグエルの巣って傲慢とはほど遠いよな。というか傲慢だったら身内とはいえジェターク寮からあそこまで慕われん、1話時点で視聴者に見えるキャラじゃフェルシーの設定にグエルのことパイロットとして尊敬してるってあるけど、これ人としては尊敬されてないよねとまで言われてたわけだけど、今はまずそんな認識のやつおらんだろうし、取り巻きはランブルリング終わるまではチンピラのままだったから、チンピラがチンピラの親分慕ってただけじゃないか。一話のミオリネイの傲慢な態度で取り巻き組がいつもと違うなみたいな態度してないから、あの時期はずっとあんな感じだったんだろうよ。グエルだってそういう時もあるさ。これな。一話時点でグエルが妖精からヒーローとアイドルとリーダーを足して割らない存在として慕われてるからな。まあそもそも取り巻きがあんな態度してたってことは、肩もつきも起きないほど相当ミオリネも暴れてたのでは。ジエターク組だけじゃなくてミオリネ監視してる二人も放置してたのって、詰まるとことまあ怪我させたりするまでにはならんでしょと思ってただろうしな。総裁の娘が万が一でも大事になった時にその場にいて止められなかった責任取られかねん立ち位置なのに、単純に鼻っ柱折られるまで取り巻き含めて性格悪かっただけだろ、ストレスだろうとなんだろうと、1話のグエルと取り巻きクズすぎるし、それが鼻っ柱折られて成長したんだと自分は思ってる。確かに今のグエルは成人だと思うけど、チンピラだった時期もあるよね。は自分より偉い奴がいない環境だし、ストレスだけじゃなくて増長もあると思う自分が疑問に思うのは、スルッとボブ化できたことなんだよな。